ですね、みどりさんの横に日本人の飼育員がありがたくいるんですけれどもね、この飼育係の方がみどりさんに座ってくださいというふうに指示を出しております。みどりさん隊の方から来てますのでね、タイの動物会さんから教えてもらった言葉などを使ってみどりさんに、指示をしてますね。はい、今ね、座りましたけれどもね、ちょっと見にくいかなと思うんですけど、前足が下の部分ですね、胸みたいなものが2つあるんですけれどもね、胸の位置になります。ここに赤ちゃんの口を扱って見るところがありますね。写真撮られましたでしょうかね。はい、じゃあ次横になって読めてみますね。はい、ゾウの眠る時間にクイーンと座っていただきます。1日に2時間から4時間睡眠時間取ると言われています。これは夜のうちにいっぱいに眠るのではなくて、短い時間を何回にも分けて眠ります。それをゾウとダストで時間から4時間と言われているんですけれども、どれくらい短いかというと、ゾウが今のみどりさんのように横になってずっと眠ると、お腹に体重がかかってお腹の調子を壊したり、肺を圧迫して呼吸が苦しくなったりしますので、そういうことがないように短い時間を何回にも分けて寝るようになっています。大きい声になるとですね、立ったまま寝るのもいいようですね。はい、では起き上がります。ロヤシで最後のジャンといえば長い花が特徴なんですけれども、この長い花を使ってフラッグを回してみたいと思います。長い花をですね、上手に使ってタイミングよく回しています、この長い花は人とは違いまして、骨とか軟骨という硬いものがありません。その代わりにですね、とても発達した筋肉でこの花できてるんですけれども、とても上手に動きます。でこの花を使ってフラフープ以外に絵当時も描いています。今かかりが持ってますけれどもね、これは木の絵とお正月に描いた書き初めに鳥という字になります。どういうふうに描くかというと、花の先に筆を持ったみどりさんの象使いさんのいるところに花の先を持っていって色をつけていきます。というふうに上手に動かすことができます。はい、それでは説明このぐらいにいたしまして、記念撮影を始めます。係が写真を撮りします。これは僕の記念撮影です。会社のただいまお次納豆を並びいただいております。会場の入り口はレストランがございます。